ミュージックビデオが制作されている KinKiKids のアルバム曲5選、ラブシック2001年7月25日発売 E アルバムリード曲。アルバム発売後のイベントフィルムコンサートの中で初披露となっており、スーツで踊る姿がたまらないと話題になったミュージックビデオ。同アルバムに収録になっている光一剛おのおののソロ曲のミュージックビデオも制作されており、これらを収めた DVD イズムが翌年1月に発売となった。当時流行っていたマルチアングル機能でダンスだけのパートを見ることもできる。 99% リバティ2005年11月16日発売 H アルバムリード曲。21枚目のシングルビロードの闇発売の際にシングル候補曲に上がっていた曲としても有名。作曲は小田哲郎が手掛けており、コンサートで盛り上がる曲として定番の曲にもなった。ミュージックビデオではアメリカンテイストなアニメーションの2人と実写の2人がコラボしている。かっこよくもありコミカルな世界観が楽しめる。初回版限定の DVD のみに収録されている。スピード2013年12月4日発売 L アルバムディスクライフ収録曲。奥田民生により手掛けられたこの楽曲は、過去にリリースされたシングル曲のワードが使用されるという遊び心が散りばめられている。ミュージックビデオはフルアニメーションで制作されており、2人は直接出演はしないが2人をモチーフにしたキャラクターが使用されている。 DVD KinKiKids コンサート2013-2014L 通常版のみに収録。何年経っても2016年9月21日発売 N アルバム収録曲。もともとは作詞作曲の堂島康平の曲だったが、後に KinKiKids に提供されることとなった楽曲。ミュージックビデオの内容は、20周年を目前にした2人が今までの足跡をたどるかのように過去のミュージックビデオの世界に2人が飛び込んだりと、 KinKiKids の歴史をふんだんに感じることができる。こちらも初回版限定の DVD に収録されている。新しい時代2020年12月23日発売 O アルバム収録曲。コロナ禍のステイホーム期間中に堂本剛が作詞を手掛けた今伝えたいメッセージが込められた楽曲。ミュージックビデオはフルコーラスではなく最後の大サビが短縮されたバージョンになっており、2023年現在ではミュージックビデオは YouTube のみで公開となっている。